こんにちは、スポーツ沖縄大城です。今日のテーマは指導者向けのテーマになるんですけれども、いつものトレーニングの方法だったりというのはとは少しかけ離れた内容になります。で、今回のテーマに関しては、理論的なことというよりも日頃、指導の中で思ったことっていうのを情報をシェアさせていただけたらなと思います。で、タイトルなんですけれども、この選手が自然と育つ仕組みとはというところで今日はお話をさせていただくんですけれども、指導の依頼があって、全国いろいろ行ったりする中で、この指導の環境ってなんかいいな、こう育成とか強化するのにすごい参考になる仕組みなんじゃないかなって思ったりするような仕組みがあったりするので、そこに関して今日何か皆さんのヒントになるような、僕の個人的な考えであるんですけども、考えだったり情報をシェアしていけたらなと思います。はじめに結論から入らせていただきます。効率のいい育成だったり強化ができる環境っていうのはズバリこういう環境じゃないかと。さまざまな年代が集まるような練習環境を作る、これが一番手っ取り早いんじゃないかなと感じています。で、これが具体的にどういうことなのかっていうことを一つ、ラーニングピラミッドというこの学習の定着率っていう指標があるんですけども、それをもとにお伝えしていけたらなと思います。で、ラーニングピラミッド、皆さん聞いたことありますかね。この教育現場の方だったり、あとはビジネスの関連の方だと、いろいろこういうところを勉強されたりする方もいらっしゃるとは思うんですけども、僕も講習会でたまたま内容を聞いてですね、これもしかしたらこのスポーツに転用できて面白いんじゃないかなっていうことで、思ったりも日頃しているので、そこに関してちょっと情報をシェアさせていただけたらと思います。で、これ自体がアメリカ国立訓練研究所っていうところから出されていて、かいつまんで言うと、いろいろなさまざまな学習スタイルはあるよねと。で、その学習のスタイルによってこう自分がその学習しようとしている情報だったりっていうのをいかに吸収できるか、学習の効率が何がこう一番効率が良くて何が実は非効率なのかなみたいなところを数字で表しているこの報告になります。で、ラーニングピラミッド、こういうピラミッドの形で表されていて、こう1,2,3,4,5,6,7 つですね、7つのこの学習のスタイルがあって、下に行けば行くほどこの学習の定着率効率がいいんじゃないかということで、裾野が広がっていっています。で、上に行けば行くほど実は学習のこう定着率が低いんじゃないかということで数字が出されています。またですね、ここに真ん中の線があるんですけども、ここで学習のスタイルだったり方法をどう分けているかというところで、こういう分け方をされています。真ん中から上の部分が受動的な学習と言われていて、いわゆる受け身の学習ですね。で、下のところが積極的な学習、自ら学びたいっていうスタイルの学習方法ということで紹介されていてですね。で、具体的にこの受動的な学習方法の中には、授業を受けるっていう学習スタイル、その他には本を読むスタイル、リーディングですね。で、視聴をするというスタイルで、受動的な学習スタイルの最後がデモンストレーション、誰かがデモしてるのを見たりするっていう4つの学習スタイルに分けられていて、で、その下の積極的な学習っていうのは3つあってですね、この1つ目ですね、この線のちょうど上の一番ここの部分なんですけども、これグループディスカッション、何かテーマに沿ってこうみんなでこうディスカッションをすると。で、その次、体験学習ですね。で、そして最後がこの人に何かものを教える
ていうこの学習スタイルが積極的な学習と言われています。で、上が4つで下が3つですね。受動的な学習っていうのはこの講義を受けるで、リーディング本を読んだりで、ビジュアル、まあオーディオ的なこう視覚視聴ですね、すいません、視聴するで、最後デモンストレーションを見る、この4つが受動的な学習になって、で、その下の積極的な学習っていうのは3つありますよっていうことで、これディスカッションする、体験する、で、人に何かものを伝える、教えるっていう、この3つになります。そしてその各学習スタイルのこの効率、学習の定着率っていうのはどんなもんだっていうことを一つ一つお話をさせていただきます。ピラミッドの上、講義を聞く、これは 5% らしいです。かなり少ないですよね。なので、まあ授業に行ってただ座って聞いてるだけだと、ほぼほぼこう身になってないんじゃないかっていうことが、まあ想像できるんじゃないかなと。そしてそこからこう実際に読むっていう作業になると、それが 10% まで効率上がるんじゃないかと。そしてですね、視聴する、この作業で 20% まで上がると。で、デモンストレーションを見る、これで 30% まで上がると。ここまでが受動的な学習になります。で、次からは積極的な学習なんですけども、デモが 30% に対して、次ディスカッション 50% まで上がってます。さらにこの体験学習をすることで 75% まで上がります。そして最後、教える、人に何かを伝えるっていう作業に至っては 90% まで上がるという報告がされています。そこで僕がふと思ったのが、この年代を超えた育成システムを作ったらどうだろうかということです。で、なんでこのラーニングピラミッドから育成の話にいきなりなるかっていうところで、またメリットがいくつかこのあるので、ラーニングピラミッドの内容を踏まえてご説明をさせていただきたいと思います。で、メリット2つあってですね、まあ、他にもいろいろあるとは思うんですけども、今回2つお伝えします。そのうちの1つ目が、このスポーツが好きだとか積極的な学習ができるっていう土台を作れるのが、この年代垣根を越えた練習環境じゃないかなと思います。で、つまりどういうことかというと、これそうですね、全国で僕が知ってるところで、この3歳からですね、下は3歳から、まあ、上は高校生まで一つの場所で練習をしているんですけども、で、まあそこは本当にインターハイでも優勝したりするようなところなんですけども、すごくないですか、同じ環境で練習するっていう、しかもまあ、下は3歳からなかなかないですよね。で、これでスポーツが好きだってどういうことかというと、下のカテゴリーの選手からすると、憧れの、まあ、お兄ちゃんとかと一緒に練習ができるわけですよ。で、憧れの選手が目の前に行って、で、教えてくれる環境ってすごい魅力的ですよね。で、その魅力的な選手がいる、やっぱりこのスポーツ好きだよね、楽しいよねっていう、この前向きなモチベーションが出てくると、次どういうことが起きるかというと、せっかく一緒に練習してるんだから、いろいろ技を盗みたいとか、いろいろ聞きたい、教えてほしいということで、前向きな学習が起こってくるんじゃないかなと思います。で、通常の同じカテゴリーの練習とかだと、どちらかというと、もう監督だったりコーチの方がもうこれをこうしろこうしろっていう、基本的に方針を決めて、その方針に従ってどんどんこうしなさい、ああしなさいっていう提案型が非常に多いんじゃないかなと思っていて、その提案型が多い指導っていうのは、どちらかというと先ほどの受動的な学習になってきて、実は定着率が低いんじゃないかなということが推測されます。そういった意味でも、このいい選手、いい憧れのお兄ちゃんがいる環境で積極的に学びたい、いろいろ聞きたい、試してみたい、で、勝ちたい、憧れのお兄ちゃんに勝ちたい、お姉ちゃんに勝ちたいなんて、この技術を習得するようなことになれば、すごい
この学習の効率が良くてですね、育成としても教科としてもスムーズに効率よくできていくんじゃないかなということで、これをメリットの1として挙げさせていただきました。次にメリットの2ですよね。この難しいことをシンプルに伝える技術を養いっていう、ここがかなり大事なポイントかなと思っていて、ラーニングピラミッドの最後の部分ですよね。人に何かを教えるっていうことは学習効率として、定着率一番効率がいいっていうことが言われているので、先ほど下のカテゴリーはこうだねって、こういうメリットがあるねっていうお話をさせていただいたんですけども、上のカテゴリーにもメリットがあって、上のカテゴリーは何かというと下のカテゴリーですね。例えば高校生が小学校の1年生に何かものを伝えるときに、同じ高校生に話すような話し方だったり言葉の使い方だとうまくやっぱり伝わったりしないですよね。で、要は何が言いたいかというと、分かってはいるんだけども、それを分かりやすく伝える能力で、分かりやすく伝えるっていうことは自分が本当に理解していないといけないので、自分の思ってることとか考えてることの情報整理をまず最初にやりますよね。で、かつ情報を整理してポイントをまとめて、そしてシンプルかつ分かりやすい言葉で下のカテゴリーに伝える、それができる環境がこう年代をこう超えて練習環境を作ってあげると自然とできてくる。で、またカテゴリーが変わってくると、いろんな選手が集まってくるので、やはりコートの数とか体育館の数とかグラウンドの数とかっていうので限りが出てくるんですけども、で、みんながみんな同時に練習できない時間帯とかありますよね。そういう時にコートだったり練習場グラウンドの外にいるこう下のカテゴリーの選手に、コーチはこういう意図でこういうことをやってほしいと思ってるんだよっていうことを間に入って伝えてもらう作業が出てきたりとか、あとはシンプルに自分の持ってる技術を伝える教えるっていうことをすることで、実は自分の学習定着率が一番上がってるんじゃないか、効率がいい学習ができているっていうことが言えるんじゃないかなと思います。たまにいますよね、テレビとかでこの政治家の方々が難しそうなことをより難しい表現でなんか話をしてる、結局何が言いたいのか分かんないみたいな。それだと、ちょっと言い方悪いですけども、なんか難しそうなことをなんか自分も理解できてない、なんとなくそれっぽく伝えるのっていうのはある意味誰にもできるのかなと思っていて、本当に難しいことを小学生に伝えられる技術っていうのが本当に自分が理解しているっていうことの指標にもなるんじゃないかなと思っているので、そういうことができる環境がやはりこの年代別で集まる練習場を作ることによって自然と起こってくる。で、そこで育てられたジュニアの下のカテゴリーの選手が上に上がった時にも同じように下の子たちに指導を、できる環境ですね。それがスムーズに循環していくと、最初の 2,3 年4年5年もしかしたらというか、間違いなく大変だとは思うんですけども、一度その仕組みができたらあとは自然と回っていって、自然といい選手、自立して考えて行動できる選手が出てくるんじゃないかなと思ったりしていますという、一つの考え方だったり情報のシェアになります。で、まとめとしてですね、今回教科の仕組みでこういう、環境を作るといいんじゃないかなということでお伝えをしたんですけれども、コーチの役割っていうのはあくまでコーチがメインではなくてですね、選手がいてのコーチ、もちろん選手からすると選手コーチがいての選手っていうところもあるかもしれないんですけども、これはもうお互いがいての、バランスの取れた関係だったりするので、どっちが偉いと かどっちが下だとかそういうことはないと思っていて、ただその中でコーチが一つ考えていくべきっていうのは、やはりこの選手なりが一番こう伸び伸びと、そして将来性を持ってこう羽ばたけるような、そんな環境づくりを常に考えていってですね、いかにすると効率いいか、いかにするとこの子にとっていい
こう指導ができるのかっていう、まあ、指導論とかもそうなんですけど、その環境ですね、まず環境を整えてあげるっていうことが一つで、あとは、まあ、そこからがスキルとか、まあ、細かい指導論の話にはなると思うんですけども、そこでつまずいていたら細かいところでコーチが選手より、まあ、情報なりは持ってると思うので、そこでアシストを してあげるような、そんなところを一つ頭に入れてコーチングに当たっていけると、まあ、選手との関係も良くなるだろうし、選手のこの、まあ、育成だったり強化っていうのもスムーズにいくのではないでしょうか、ということを、まあ、一つのこのラーニングピラミッドという学習定着率の考えをもとにお話を進めさせていただきました。で、今回はトレーニングに関しての情報というよりは、まあ、日頃思って僕が個人的に感じていることっていうのをテーマにして、情報を配信させていただいたんですけれども、まあ、今回一つ参考になったなとか、ヒントになったなとか、まあ、今後も何かこういう情報を知りたいなという方は、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。